今回の動画ではアウトルックを使った相対メールの設定方法についてご説明します。用意するものはメールアドレスやパスワードの記載があるアカウント ID 通知書とアウトルックのメールソフトです。まずはアウトルックを開きましょう。アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。詳細オプションをクリックし、自分で自分のアカウントを手動で設定にチェックをしましょう。 CCN のメールアドレスは POP または IMAP で設定することができます。 POP はパソコンなどの端末にサーバーからメールを保存する方式で、 IMAP はパソコンなどの端末からサーバーにメールを閲覧しに行く方式です。どちらか一つの方式を選択しましょう。今回の動画では POP 方式で設定します。受信設定ではサーバーに os.itai.ne.jp ポートには995と入力します。このサーバーで暗号化された接続が必要にチェックを入れてください。送信設定ではサーバーに os.itai.ne.jp ポートには465と入力します。暗号化方式は SSL/TLS を選びます。次へをクリックします。最後にアカウント ID 通知書に記載のパスワードを入力します。入力したら接続をクリックしてください。この画面になったら OK をクリックします。以上で設定は完了です。設定が終わったら実際にメールを送受信できるか確認してみましょう。